うるせえ、ガオーじゃねえ、殺すよ。Don't beat the animals or something like that. Don't taunt them either. それでも最近は少しずついい方に向かってきてるんじゃない？相変わらず量は少ないけれど、食事も自分でするようになってきたし。まあな。それでもまだ夜中にうなされて何度も目を覚ます。相手はガキだし、酒飲んで寝ちまえってわけにもいかんしな。生き物との触れ合い作戦も微妙に効果が薄かったみたいね。あ、なんだその脱税作戦名、ありえねえだろ。あなたにだけは言われたくないわよ。それにまだ作戦は終わっちゃいねえ。本番はこれからだ。本番って何をする気なのよ。あいつ自身の手で生き物を育てさせてみるってのはどうだ。育てさせるって何を。犬。犬？実はもう K9 の連中から子犬をもらう約束をしてやる。今日後でもらいに行ってくる。なんだ、 K9 からもらってくるって言うからジャーマンシェパードの子犬だと思ったのに。野戦用に試験導入されたボーダーコリー部隊の新生児だ。たくさん生まれて手に負えないって言うから一匹タダでもらってきた。ほらユージ、かわいいだろう。今日からこいつはお前の犬だ。相棒、ペア、バディ、好きに呼べ。お前が2年兵ならこいつは初年兵、つまりは戦友だ。しっかりと面倒を見ろよ。そう露骨に面倒そうな顔をするなよ。こいつはまだ子犬だ。お前が面倒を見なきゃ簡単に死ぬ。大切に育てると約束してもらってきた犬だ。死なすなよ。スペースフォーインクリースインクリースオートスピードアナイテクスインスピードアンドレイクリックフォー。あ、なんだったかな。全部の子犬に名前がついてたような気もするが、犬舎の隅っこでガタガタ震えてる一番弱っちいのを掴んでもらってきたってこと以外はよく覚えてない。アバウトだな。まあいいじゃねえか。もうお前の犬だ。名前はお前がつけろ。また適当な。ジョン・ドゥは身元不明の死体につける名前よ。そいつはメスだぞ。女の死体ならジェーンだろう。そういう問題じゃないでしょう。初めて見たわ。Can you hear the up until that fateful event? Kodomo ってのは面白いな。教えれば何でも覚える。教えた先を自分で考えて予測もする。まだ教えてないこともいつの間にか自分で覚えていたりする。育つってすげえな。まあユージは特に頭がいいっていうか変にずる賢いところもあるしね。私はいい意味であいつのそういうところも気に入っている。会社に辞表を出すなんてどういうつもり？うん、ああ疲れた。いい加減しんどい。会社を辞めるって
どういうことか分かって言ってるの？ファミレスの学生アルバイトじゃあるまいし、だるいからやめますじゃ通用しないのよ。分かってるよ。分かってないわよ。あなたは曲がりなりにもサーズの根幹をなす工作員なのよ。はい、そうですかってやめさせてもらえるわけないじゃない。よくて終身刑、悪ければ殺されるわよ。うん、両方とも嫌だな。なんとかしてくれ、JB。 無茶を言わないでよ。無茶を言っているのは分かっている。分かってはいるが、そこをなんとかというやつだ。なんとかならんか。有事の影響かしらね。最近のあなた、少し落ち着いてきたように見えるし、これからっていうタイミングでどうして辞職なのよ。死ぬのが怖くなったの？まあ、ユージの存在が私に影響してるのは認めるよ。死ぬのが怖くなったというのも間違いじゃない。だがそれだけが理由じゃない。年のせいかな、右目の視力がどんどん悪くなっているんだ。正直言って超長距離精密射撃はもう無理だろうな。視力か。会社を辞めてどうするの？おとなしく隠居ってのも柄じゃないしな。非常勤で更新育成の仕事でもするか。アメリカに戻ってハンティングスクールのインストラクターでもやるかな。風見裕二はどうするの？連れて行くさ、どこへでも。あいつはもう私の子供も同然だ。これからはあいつのための時間を少しでも増やしてやりたいと、そう思っている。そう。当時のあなたはまだ子供だったのだから、それでいいのよ。実際にあの当時あなたは何を考えていたの？子供が経験するにはいろいろとありすぎたものね。Static does. I'm not sure it's about his memory or what. Or the dog. Kimi wa dare ni atte mo ikenai. Aeba sono hito wa kitto kimi wo kizutsukeru.役立たずの君を、邪魔者の君を殺そうとする。何を話しかけられても返事をしてはいけない。君の家族を殺したのもその悪いやつだ。君を傷つけ苦しめるために、君の周りの人間を殺してしまうとても悪いやつだ。やつは君が大切なものを手に入れるたびにそれを壊しにやってくる。君がそばにいるだけで君の周りはどんどん壊されていく。君は何も悪いことをしていないというのにだ。君がいるだけで周りの人間皆が迷惑する。誰も君なんか必要としていない。君に逃げ場なんてない。誰も守ってなんかくれない。でも安心してほしい。私だけは君の味方だ。この世でたった一人の君の理解者だ。辛いね、苦しいね。もちろん私は全部わかっているさ。君は人生という木から落ちたまだ青すぎる果実だ。誰も君に見向きもしない。それどころか
腐っていく君を見て眉を寄せるだけだ。そう、君は嫌われているんだ。だけど何も悲しむことはない。この私が君を拾おう。私が君を拾って種を取り出し、新たな大地に植えて育ててあげよう。やがて立派に成長した君は、私のためにその枝にたくさんの果実をつけるだろう。それが私けど今だから、まずさあ手を出してごらん。やれる。君に。どうした？眠れないのなら、ベッドで絵本を読んでやろうか。Can't sleep.言うじゃねえか。いいか、ユージ。ガキのうちは足が速い男がモテる。早いな。ガキにしちゃ上等だ。途中で近道したんじゃねえだろうな。まあ近道しようにも道なんてねえけどな。間違ってもズルしようとなんて思うなよ。迂闊にも一直線に近道をしようとすればすぐに方向がわからなくなる。嘘だと思うなら試してみろ。方位磁石を使っても構わんぞ。ほら見上げてみろ。頭上は厚い葉に覆われて日の光も届かない。磁石を頼りにまっすぐ進んでいるつもりでも、岩や倒木を避けて進むうちに必ず迷う。そのまま 2,3 時間も歩いて見慣れた道に出たと思えば、最初に分け入った道から200メートル先に顔を出したなんてことはよくあることだ。もし本気で試すのなら、必ず携帯電話か無線を持っていけ。迷子になった上に動き回られたら、さすがの私も必ず見つけ出してやるとは言えんからな。そうしろ。この山自体はそうでかくはない山だが、たまにクマやイノシシが出るからな。なあに、めったに出やしないから大丈夫だ。それにそのためにジョンを連れて走ってるんだろうが。お前は逆にもっと雑に生きた方が少しは人生楽しくなるぞ。
よし、なんだお前、足の速さは一丁前じゃねえか。だったら次だ。いいかユジ、かけっこが速いやつがヒーローになれるのは小学生までだ。中学生になれば喧嘩の強い不良っぽい男がモテるようになる。よし、どこからでもかかってこい。なんだ、ビビってんのか。それでも金玉ついてんのか。金玉そうだったか。まあいいや、そっちが来ないならこっちから行くぞ。ほーれ、try to throw learn techniques。 一応受け身は取れるのか。面白い。ほら立てよ、もう一度行くぞ。髪を切れないと悟った瞬間に痛みを抜いたか。お前、基本はできてるじゃないか。けど、耐えるだけじゃどうにもならんぞ。どれ？細っこい腕しやがって。力がないなら、相手の力を利用しろよ。ほら、押すぞ。踏ん張れ。なあ。そうやって踏ん張ってる相手の力を利用すんだって。こんな感じで。どうした、ほら。私は力なんか入れてないぞ。お前が勝手に転んでるんだ。わかるか？私の小指を終わりに来たな。あ、くそ。ぐら、くそ。ま、首に肘が。てめえこらマジか。この。やるじゃねえかユージ。お前にもうちょっと体重があったら、今のはマジでヤバかったな。ほら、勝ち逃げか？ふざけんな、ボケ。あれ？いいか、ユジ。お前は何も分かっちゃいねえな。お前、力と暴力の区別がついてねえだろ。正しく使えば力。間違って使えば暴力。そして、正しいか間違いかを決めるのは己自身。持っていれば必ず使わなければいけないというわけでもない。力を使わないこともまた威力。全ては志ってやつよ。なあユージよ、本当の力ってのはな、チンピラが持つ刃物とは全く別のものだ。男は男が男として男たるべき時に力を使う。例えば弱者を脅威から守るとき、己が生き様を貫くとき、